では、一応定刻になりましたので、では計算、科学技術トークの1ということで、講義を今から始めていきたいと思います。この講義、生命作業の方が、コンテンツを提供するということで、今年度から始まる、大阪大学では、参加された講義ですけど、他の方は、セミナーという感じで、ご注意いただいていいんですけども、計算科学に関する技術の、いろいろな広範囲な、内容を提供できればと思っております。第1回から第5回までは、東京大学情報基盤センターの、片桐先生に、講義をお願いしております。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。東京大学情報基盤センターの片桐です。よろしくお願いします。で、最初第1回から5回はですね、基本的な並列処理とか並列プログラミングの、初めて勉強される方に向けた、講義となっていまして、比較的この分野で使われている、技術用語とか概念とか、あとプログラミングの、仕方について解説する、内容になっています。でですね、今回から5回分を担当させていただきますが、今日はですね、特にイントロダクション、スパコンとは何かから始まって、あと個別の、高速化の技術についてあと紹介しようと思います。で、次回以降はですね、 MPI、 これは並列処理をするための今いや標準となっている企画というかがあるんですけども、それの、インターフェース等を紹介しようと思います。で、3回目は OpenMP で、これスレッド並列化でよく使われている企画の、話です。で、4回5回は応用となっていまして、という流れで、5回分担当させていただきます。でですね、こういうなんていうか MPI とか OpenMP は今はですね、本とかインターネットで検索すると、詳細な情報はいろいろ入手することができるんですけども、私は情報基盤センターということで、特にユーザーのプログラムの高速化を中心に研究とか実際に業務をやっていますので、実際使って困る状況になることがいろいろあるんですよ。その時の経験を話した方がおそらく講義としては意味があると思っていますので、そういう、中身をなるべく中心的に話そうと思っています。で、あと講義時間90分なんですけども、80分ぐらいで、終わりにして10分質疑応答の時間を、持とうと思いますので、ぜひもし何かありましたら、最後の10分ぐらいのところで、質問をお願いします。で、あとですね、最初5回分の中身を、含んでいる教科書っていうのは一応今年の3月に出版しまして、これは教科書というか演習書なんですが、C 言語で解説されていて、フォートランと C の、サンプルプログラムが入っている、ものがあります。で、これ講義ですので、いくら講義聞いてもなかなか演習を やらないと実際身につかないんですが、もしご興味ある方はご購入いただいて、プログラム等を活用いただけるといいです。で、あと参考書としましては、数値計算に限定するんですけども、かなり、幅広く解説した参考書がここに上がっているんですけども、ご興味ある方はこちらの方もご参考ください。で、先ほど示した教科書の利用方法としては、この講義でもし具体的に勉強深くしたいというか、あと実際に使ってみてプログラミングを習得体験したいという場合に、サンプルプログラムが C 言語もしくはフォートランで利用できるようになっています。で、使い方はですね、そこに入っているものは東大のスーパーコンピューターの FX10 に向いたものなんですが、これは MPI が走ればどこでも動きますから、計算機が PC クラスターが研究室になる場合はそのまま利用できますし、東大以外の、スーパーコンピューターでも動きますし、特に今回の話題ですね、チューニングという意味においては自分の PC を使ってやってもらっても、比較的簡単に演習できるものがありますので、ご興味ある方はそういうの方法を考えていただけますと幸いです。じゃあ早速ですけど中身に入りますと、けど皆さん中にはもうスーパーコンピューター使って研究されている方もいると思いますけども、位置づけ的に最初のスパコンは何かっていうのを簡単に、説明して、特に技術用語等を説明しようと思います。で、スーパーコンピューターなんですけども、これはですね、人工知能搭載のコンピューターではないっていうのは当たり前かもしれませんが、昔は実は昔か今もやってるかもしれませんけど、人工知能を研究処理するための、コンピューターがスパコンであるっていうことも、あります。
ですから、まあ、あながち嘘ではないんですが、一般に言うと、まあ、人工知能搭載のコンピューターではなくて、まあ、速いコンピューターということになります。で、まあ、特にですね、現在の最高レベルの演算性能を持つ計算機で、まあ、というのが、まあ、大体の定義になっていて、経験的には皆さんお持ちの PC よりも大体1000倍ぐらい速い、でメモリ容量も1000倍ぐらい、まあ、高速というか大容量な、計算機のことをスーパーコンピューターというのが、まあ、なんというか経験的なものになっています。で、一方ですね、まあ、外為法に関係して計算機を、まあ、輸出してはいけない国というのが、まあ、あります。ここで、規制のかかる、数値をスーパーコンピューターと定義するのであれば、ここに書いてあります通り、現在の数値っていうのはデジタル計算機であって、荷重最高性能が 3.0 実行テラ演算を超えるものというものが規制対象になっています。ですので、この 3.0 実行テラ演算というものがスパコンの定義になるわけです。で、これはあくまで規制対象のコンピューターで、それをスパコンというかっていうのは別なんですけど、こう定義されている。で、問題はここで 3.0 の実行演算性能っていうのはどういう言葉っていうことなんですけど、これはこの業界にいる人は言われなくても分かるんですが、初めてこういう分野に入ってくると、まあ、3.0 とか実行テラ演算って分かりませんから、まあ、そのレベルでちょっと今回説明することにいたします。でですね、あとですね、全てのスーパーコンピューターはですね、今並列計算機になっていまして、並列計算機の原理が分からないと、まあ、使えないことになりますから、この辺も、並列処理の基礎というのが非常に重要になります。で、まあ、ここはちょっと私東京大学から来ているので、まあ、なんというかその、例で挙げてますけど、まあ、東大が今、サービスしている FX10 スーパーコンピューターシステムというものも、全て並列計算機ということになっています。ですね、さっき出てきた、3.0 荷重、これですね、3.0 実行テラ、演算というものは何か。で、今8ページを見ているんですけど、それを、説明しますと、まあ、単位でして、で、今ですね、スーパーコンピューターの世界で、使われる、まあ、単位というのはテラフロップスという単位になっています。ここ、に示されてありますように、テラフローティングポイントオペレーションズパーセカンドというやつです。で、そもそもフロップスって単位がわからないと、まあ、わからないことになるんですけども、定義としては、まあ、1秒間に1回の演算能力、これ不動小数点の演算ができるのを1フロップスと定義します。で、この演算性能は何かっていうとですね、それあまり 細かい定義はなくて、掛け算でも足し算でも引き算でも割り算でも1と数えるというのが、まあ、特徴です。で、まあ、ちょっと変な感じはするんですけど、掛け算の方がなんか足し算より難しいんじゃないかと思いますけど、実は計算機の世界、掛け算も足し算も同じ、コストであったりするので、そうなります。まあ、実は割り算は結構難しいので、それはちょっと、まあ、かなり高いコストになるんですが、まあ、いずれにしろこう定義されていて、で、あとはまあ普通の単位ですね、キロは1000、メガは100万、ギガは10億ということですから、まあ、テラは1兆ですね。なので1秒間に1兆回の、まあ、不動小数点演算能力がある計算機をテラフロップスの、まあ、計算機と呼ぶと、まあ、いうことです。これ非常にこれよく使われた単位です。でですね、今実際そのトップ上の方の計算機はどういう単位を使われているのものかというと、ペタフロップスという単位でして、これはですね、1秒間に 0.1K 回、日本の単位で言って K というのがあるんですけども、0.1K 回の不動小数点演算の能力があるものを、まあ、1ペタフロップスの、まあ、計算機という。で、これ神戸に設置されている皆さんご存知の K コンピューターというのは、まあ、K コンピューターですから、1K 回の不動小数点演算能力があるということで、10ペタフロップスということになります。ですので、まあ、今の最高性能のスーパーコンピューターはこの K のレベルの演算能力があるということになります。で、これちょっと自分で計算してもらうと面白いんですが、自分の PC の演算能力がどれぐらいかというのを簡単に、まあ、計算できるんですけども、まあ、ここにありますように、まあ、周波数っていうのが、まあ、普通あります。で、これ 3.3GHz の、計算機だとですね、この1回こうクロックが動くときに1回のなんか不動小数点演算ができるとすると 3.3GHz という単位になるので、まあ、おそらくそれ以上だということが大体わかります。で、あとは実はアーキテクチャの中を見ないとわからないんですが、まあ、で、そこで一つ例として、インテルコア i7 と、これサンディブリッジと呼ばれるものがあるんですけど、これ6コアのものです。で、ハードウェア的に1クロックあたり8回の不動小数点演算ができるので、計算するとですね、3.3GHz×8回、1Hz あたり8回 ×6 コアってことで、Core i7 の場合は 158.4GHz という性能を持ちます。だからこれ、皆さんの手持ちの演算能力か。
でですね、これを、まあ、数値を見るとですね、実は昔のスーパーコンピューターで、当初のもので絶対言ってもプレイワンっていうあのスーパーコンピューターがあの椅子の形をしたコンピューターで、まあ、高い椅子って言われてるやつなんです。商業的には成功したスーパーコンピューターがあって、これは160メガフロップスという単位です。ですんで、もうこういうあの今の、世界、普通の PC の、CPU っていうのは昔の1970年代のスーパーコンよりも、 もう990倍以上高速のものが手元にあるという時代になっていますから、それは昔から考えられないほどの、速度向上がなされているというのが、分かる、と思います。で、あと用語としてよく出てくるところで、あの押さえておきたいものが2つありまして、まあ、理論性能と実行性能というものがあります。で、理論性能は先ほどのようにあのハードウェア性能から弾き出した数字でして、あのまあ、これで計算するものなんですが、まあ、理論性能だけではあの、まあ、自分のプログラムがどれぐらい の性能が出るのかというのは分かりません。ですので、まあ、普通はですね、何らかのベンチマークソフトウェアを実行して、その、まあ、フロップスと時間を測って、まあ、フロップス性能を出すということをしています。でスパコンの世界はですね、いろんなプログラムがあって、まあ、一概には言えないんですけども、まあ、最も有名なベンチマークとして実は連立方程式の、球界ベンチマークであるリンパクというものを用いて、スパコンの、速さのランキングをするっていうのが、まあ、普通でして、まあ、これが一番有名な、プログラムになっていると。まあ、いずれにしろのソフトウェアの、性能を測って、フロップス機の実行性能ということです。で、あとですね、この、まあ、特にスパコンを使う高性能計算の世界で出てくる言葉でムーアの法則という話があります。でこれは、まあ、法則なんですけども、何かっていうとこれインテルの、まあ、創始者のゴートン・ムーアが、まあ、最初は半導体技術の進歩に関する経験則として、半導体チップの集積度はおよそ18ヶ月で2倍になるということを言った、経験則が始めだったんですけど、それから転じてですね、マイクロ、要するに CPU の速さの、経験則で使われることが、まあ、多いです。でどういうことかというと、マイクロプロセッサーの性能はおよそ18ヶ月で2倍になるということで、すごい進歩をしている、まあ、経験則として知られている。で、まあ、計算すると分かるんですが、約5年で10倍になりまして、もう5年前のものは性能的に10倍になっている。これは皆さんあの5年前持っているあの自分のパソコンの、性能を見るとまさにそうなっていて分かると思うんですけど、まあ、こういうようにすごい進歩を遂げていると。で今後も遂げるであろうというのが、まあ、この分野の、特徴になっています。でですね、実際これ本当になるのかというところで、まあ、プロットしてみれば分かるんですが、あの、まあ、ちょっと古いのはさておいてですね、まあ、70年代からずっと作られている、スーパーコンピューターの理論性能を並べると、こちらメガフロップスのログスケールを取ると、まあ、見事に一直線に並んでいると。すなわちあの、ムーアの法則から未だに保たれていると。で、まあ、今後も保たれているだろうというのはこういうところから言われている。でですね、まあ、ついでにあのスパコンの世界で一番、まあ、有名なランキング付け、サイトっていうのがあるんです。これはおそらく皆さん、ご存知だと思いますけど、トップ500っていうのがありまして、これは先ほど言ったようにあのリンパクっていう連立方程式を解く、ソフトウェアの、性能を、元に、500位までのスパコンのランキングをつけたものです。でこのリストはですね、毎年学会 の,、ある時に更新されてですね、6月と11月に更新されますから、また6月に更新されるんですが、年2回こういうふうにあの番付が変わると。でこれで注意はですね、この、500のサイトは自分でこう登録したデータに対してランキング付けするもので、あのこの主催者が調べたものではないんですね。ですからあの申告しないですごいあの高性能な計算機を持っていることってのはあり得るんですけども、まあ、最近ですね、国レベルでスパコンを開発しているんで、まあ、それのまあ証明するために使われているんで、おそらくトップの方の計算機というのはまともに申告されているだろうと言われているものです。でこれの最新のリストというのは今14ページなんですが、インターネット上でまあ調べられるので、見ることが日本の先ほど挙げた K コンピューターは前まで1位だったんですけど、今3位の1位にいます。で1位はまあ、米国エネルギー省と、まあ、こういう機関がやってタイタンってやつなんですけども、まあ、17.5 ペタフロップスという性能を持っています。で下を見ているとこういろいろあるんですが、まあ、日本のマシンタン15位の、国際核融合圏の、まあ、ヘリオスっていうのが 1.237 なので、東大の、まあ、先ほど紹介した、オークリフ FX10 スーパーコンピュータシステムは 1.042
ペタってこと、21ギもっと下まであるんですけどが、ペタフロップスのマシンになっていて、まあ、今やそのペタフロップスの性能というのは、普通になっている状況がこのリストから見てもまあ分かります。でこれまあ簡単にちょっと外観をしましたが、じゃあこれからですね具体的に、まあ、どうやってプログラムをまあ放送化していくのか、これは並列化せずに単体ですね、あの CPU の、なんというか何かの原理だけを使って速くしていくのかっていうことを、紹介していきます。でこのやり方はですね、実はあの皆さんあまり意外だと思われるかもしれませんが、皆さんが持っている PC からスパコンまで、大体あの原理が一緒でして、あのやり方が変わることではありません。ですので、まあ、もしお持ちのプログラムとかをあの高速化したい場合は、まあ、今のような考え方をすればあの、まあ、速くなる可能性があるということです。で、まあ、この、まあ、私の後に行われる、授業でも一部はこういう原理を使って、まあ、実際にあのソフトウェアを速くした例、あの速くさせ方を、勉強することができる、まあ、ここではあの簡単に概念を伝えるという意味で、ご紹介します。ですね、で一番考えないといけないのは、まあ、コンピューターの中身なんですけども、最近のコンピューター全てあのキャッシュマシンと言われるものになっています。でキャッシュマシンって何かっていうとですね、こうメモリの階層性をまず考えないといけないんですが、まあ、一番速くて少量のメモリっていうのがまずあります。でこれはレジスタというものです。でその下にキャッシュメモリっていうのがありまして、まあ、その下は普通のメインメモリです。普通の皆さんあの知ってるあの PC とかで何ギガバイトのメモリを積んでるというものがあると。でこれ注意はですね、上の階層っていうのはだいたいオーダー的に、まあ、10倍ぐらい速いアクセス性能を持っているということになります。で、まあ、計算機の中身は、まあ、ほとんどあのどこにあるデータを、使って計算されるのかというと、レジスターにあるデータを、持って、計算されるわけなんですけども、まあ、最初はメインメモリってところに入っていますから、これうまく、まあプログラムをすると、実はメインメモリのあるデータがキャッシュとかレジスタの上に置くことができます。ということはあのこの上に載せるよ、キャッシュとかレジスタに載せるようなプログラミングをするとですね、メインメモリに載っているような何も、まあ、ある種シンプルなプログラムに対して100倍ぐらい速いプログラムを書ける可能性があるというのはこの構造から分かる、ですからこれはですね、昨年から言いましたね、あの PC からパソコンからスパコンまで原理がこういうふうになっていますから、それに注意するプログラムの書き方さえすれば、実は100倍のレベルで速くなる可能性があるというのを示している図になります。で、まあ、ここはこの図よく出てくるんですけど、あまりよろしくないのはですね、なんかこれ見るとですね、レジスタとかキャッシュが相当大きいような図になっているんですが、実はそんなことは全然嘘でして、より直感的にはなんかこんな感じになっているんですね。レジスタみたいなすごい細い容量のものが、まあ、でキャッシュってちょっとぐらい太いものがあって、ほとんどこうがメインメモリの、まあ、海みたいになっているっていう構図になるので、ここで言いたいことは、この数少ないキャッシュとかレジスタの資源を用いて、なるべくそこにデータを詰め込んで何回も使うプログラミングをするにはどうやったらいいのかというのが、重要になるということです。でこれはですね、実はあの後から分かってきますけども、あのプログラムとしては、まあ、ループという単位になるんですが、ループについて何度も使えます、小さいループを回して何度も使えますようにな書き方ができれば、ハードウェア的にこのキャッシュとかレジスターにデータが常にある、プログラムになるということで、そういう工夫をすることで、速くすることができるのがだんだん分かってきます。で、まあ、ちょっとまあ具体的な例を挙げますと、東京大学の FX10 というあの、まあ、あのスーパーコンピューターは、まあ、1 CPU で、まあ、キャッシュというのは2階層になっています。でレベル1キャッシュというのは1コアですね、計算、まあ、CPU と思ってもらえるんですけど、1コアあたり32KB のデータを載せるキャッシュがある。でその下に16コアで共通化されている 12MB の L2 キャッシュというものがあるというようになっています。でメインメモリは1ノードあたり 32KB になりますので、まあ、こういうデータをなるべくあのレベル1キャッシュに載せておくと、まあ、非常に早くレジスタにデータが供給されて、あのプログラミングあの早い実行ができるという原理になります。でまあ、先ほど言ったの口で言ったのを、説明したのが20ページにある解説でして、まあ、ここで言いたいのはですね、最近の計算機っていうのはその先ほど示したキャッシュメモリが1階層ではありません、FX10 だと2階層 L1 と L2、 L1 は、各コアごとに分離しているんですけど、 L2 っていうのはもう16個で1つの、キャッシュメモリ、共有のキャッシュメモリを形成していくという、階層メモリ構成になっています。
で、この二階層っていうのも、極めてまだ、なんというか、シンプルな構造でして、まあ、インテルのマシンだと三階層なのが普通ですから、まあ、いかにこういう構造をこう分かった上でプログラミングするのが重要かというのが分かるわけです。で、それがさらにネットワークでつながっているというのが近年のスパコンの構成でして、このネットワークでつながっているのもメインメモリ間の階層があるとなりますから、多段に、階層的なメモリを持っているコンピューターであるというのが、まあ、近年のスーパーコンピューターの構成の特徴になっています。で、まあ、ちょっと中身を詳しく見ていきますと、これはあまり紹介はしませんが、まあ、性能的に、のメモリから、例えばキャッシュ L2 キャッシュまでの転送能力は、まあ、全体で 85GB/s という性能があります。で、まあ、ここはですね、かなり重要な値でして、まあ、これ一例なんですけど、まあ、特に化学計算の多くはメモリから CPU にいかに早くデータ転送をできるのかで全体の時間が決まってしまうことがあるので、このハードウェア性能が高ければ高いほど有利になります。まあ、かといってですね、実はこれを高くするためには電力が食いますから、電力問題というのも実はあるので、近年のスーパーコンピューターはなかなか構成が難しいところになっていて、最近 GPU が流行ってるんですけど、 GPU がなぜいいかというと、このバンド幅が非常に高い割には1フロップスあたりの電力性能が良いため、同じ例えば12メガワットっていう中にいっぱい、GPU を詰め込むので、ハードウェアの性能から見て効率高いマシンが作れるという原理で、スーパーコンピューターが作られているということになります。まあ、ただ、GPU もですね、全部が全部いいところだけではなくて、まあ、適用するアプリケーションによって、性能良し悪しがありますので、まあ、またこれも評価が難しいところがありますので、いろんな基準で評価されるっていうのが今の、スーパーコンピューターの特徴でもあります。で、あとも細かいところで言うとですね、まあ、まあ、ちょっとここは割愛しますけども、まあ、FX10 はですね、スパーク64っていうCPU になっているんですけども、まあ、富士通の独自拡張で、まあ、レジスタが256本あるというのが特徴です。まあ、これぐらいでいいんですけど、まあ、そういうような特徴を持つ計算機になっています。で、まあ、次にですね、演算パイプラインの話をちょっとしようと思います。で、これもですね、まあ、高速化のために非常に原理的な、ことで、まあ、演算パイプラインの原理を使って、全てのソフトウェアもハードウェアも、まあ、作られていると。だからこれを考慮して、プログラミングすると早くできるというやつになります。で、これも概念的には、まあ、よく出てくる例なんですけども、まあ、流れ作業を考えてもらうと、こういうパイプラインの概念は、理解しやすいと思います。まあ、例えば、まあ、車を作る、これだから本当 の, 車を作る工程ではないんですけど、仮にこういう車を作る工程がこういう、ふうに分かれているとすると、まあ、車体を作ってフロントガラスを作る、内装外装機能を確認すると、まあ、一人の人これをずっとやると、で各工程は2ヶ月ぐらいかかるよ、どういうことで全てやると2ヶ月かかるよというふうにすると、まあ、2ヶ月にこの車ができるということになります。ですので、1人でやるからまた最初に戻って4ヶ月後に2台できるということになる。で、まあ、処理効率を見ると2ヶ月、まあ、1台あたり作るのに当然2ヶ月かかるということになって、各工程に専用の作業員がいて、なんか職人がいてやる場合は、まあ、自分の、担当しないとき休んでることになりますから、まあ、0.4 ヶ月働いて1.6ヶ月休んでるということで、まあ、非常に、その人に対する作業効率は悪いということになる。で、これが、まあ、いわゆるパイプラインをしない場合の、実行スタイル、逐次というか完全逐次の実行スタイルというふうになります。で、これを早くするにはベルトコンベア方式というのを採用すればいいというのが、皆さんご存じの通りで、作業場所を5箇所取れるようにする。で、その時に前から来る車の作業を待って直ちに終わり次第、作業をするようにすればですね、これはまあ、ベルトコンベア、まさにベルトコンベア方式で処理ができることになります。で、この方式だとですね、最初の2ヶ月間で車が1台できるというのは当然変わりません。これは全工場終わらないということはできない。で、でもすごいのは次の 0.4 ヶ月後ですね、2.4 ヶ月後に車が2台目ができていきますという形で、どんどんこう車ができていって、効率を考えると 0.63 ヶ月パー台の効率になります。で、まあ、タイムチャート、横時間で車の生産のライン、工程をここに書くと、こういう形で実行されていると。で、各
作業員っていうのは十分な時間を経つと、もう 0.4 ヶ月の単位時間あたり毎回動いている、作業効率が高い処理になっているというのが分かると思います。でこれはパイプライン処理と言われていて、このような処理が CPU の中にもソフトウェア的にも使われているということになります。でですね、先ほどの処理は先ほど言ってますように、ハードウェアとソフトウェアで使われているんですが、まあ、大きく分けてそのハードウェアパイプライニングというのと、まあ、ソフトウェアパイプライニングというもので、作られています。今28ページを読んでいます。で、ハードウェアパイプライニングは、計算機ハードウェアで行うもので、これはもう物理決線とかそういう仕組みで作られているものです。ですので、メモリからデータを取ってくるとか、処理するときに先ほどの原理で、連続して取ってくるとか、連続して演算するという意味で作られているものです。で一方ですね、ソフトウェアパイプライニングっていうのは先ほどの考え方をソフトウェアで行うものです。だからハードウェアに今依存する部分もあるんですけど、依存しない考え方で作ることもできます。でこれがまあ行われている典型として、まあ、コンパイラー自体がプログラムをコンパイルするときに最適化をかけると、そのときに行うパイプライン処理というものもありますし、人間が手で行うこのデータの読み込み、書き込みとかを効率よくするために行う方法もあります。でこれがまあループアンローリングとか言われる技術になるわけです。でここではハードウェアの話はしませんので、ソフトウェア的に、まあ、どうやって先ほどの、パイプラインの原理を入れ込んでいくのかという話を、します。で具体的に、まあ、どういう例があるのかということで、これもちょっと概念的な感じで実際こういうふうに計算されているわけではないんですが、まあ、例えばこういう密行列の、とベクトルの計算、これ二重ループで、これ C 言語なんですけど、ちょっとフォートランしかない人はちょっと申し訳ないですけど、まあ、C 言語のパターンではこういうふうに書く。でそうすると この処理するときにどういうことが起こるかっていうと、まず A の値を読んでこないとダメなんですね。で次 X の値も、まあ、読んでこないとダメで、やっとこの A と X の積ができて Y に収納するという流れが、まあ、あります。でこれをですね、先ほどパイプライン化しなければ1個ずつやることになって、まあ、もうこういうふうに効率が悪いっていうのは、まあ、見てわかると思います。ですのでこれをなるべくパイプラインをかけてやるといいわけで、まあ、この時に先ほどと同じ概念で、まあ、ひたすらメモリを取る部分とひたすら計算をする部分を、オーバーラッピングできる、ハードウェア的にオーバーラッピングできるんであれば、処理効率はこうなると。で、で今まで言ってる作業効率という部分は、これ実は CPU 演算している部分が働いている効率になります。ですからまあ、これが 100% に近づくとどんどん性能が良くなっていくわけで、逆に言うと低い場合は計算をしているんじゃなくてデータを読み出したり書き込んでいる時間が多いわけで、これは無駄な時間と見なすことができます。なんで、そういう考え方で、早くしていくっていうのが、ここでの、考え方で、ここで注意はですね、十分な時間っていうのはここでは時間ではなくてループの長さっていうわけですね。この N、まあ、0から N まで回すときの N の長さが、大きいと、頑張ればこういうパイプラインが、作れると。逆に言うと小さい場合はどうなるかっていうと、このパイプライン作りにくいですから、当然効率は悪くなります。ってことを考えると、原理的にですね、ループ長が、パイプラインができる場合において、ループ長が短い場合は、性能が出ないってことになります。もっと言うと問題サイズが小さい場合は性能が出ないというのが今の計算機の原理ですから、まあ、ここは注意してください。よくある質問は、N が小さいのに性能が出ませんっていうのがあると当たり前ですって話になるんですね。パイプラインが埋まってません。ということが、この原理が分かっている人は分かるので、ここはちょっと注意をしてください。で、まあ、パイプラインのまとめは、まあ、結局は演算機をフルに活動させるために、まあ、ソフトウェア的にもハードウェア的にも工夫をすることにあります。で、まあ、実際はですね、この辺の話を、マシン語レベルでやり出すといろいろ、まあ、制約があったりして難しいところがあるのですけども、例えば先ほどの行列ベクトル積をするにも行列 A のデータを取ってくるために、なんかそのバンチの計算したりとかいろんな処理が入ってきますから、こういうところを考えてちゃんと、効率のいい、ハードウェア命令を発行しないと、まあ、速くならないって制約があるんですが、まあ、今でいう概念レベルではこういうものがあると分かっているだけでもかなりプログラムの高速性に注意して、することができますから、ここはとそういう意味で、注意しておきます。でですね、まあ、実際のハードウェアでは加減算ですね、加算と引き算とは掛け算を同時に行うパイプラインというものが実装されています。でさらに最初のフロップ紙の計算の時に出たように、同時に掛け算を発行できるとか
そういう仕組みになっていますから、まあ、さらにそのレベルで並列性があるというのも注意な話で、で言葉的にはこれ命令レベル並列性といいまして、これもまあハードウェアの人はなると思いますけど、そういう、原理でできています。であとですね、パイプラインの段数ですね、これなあのデータを取ってくるとかそういう処理で分けると、これはハードウェアごとに違いまして、ちょっと前の計算機だとインテルペンティアム4というのがあるんですが、これ31段もありました。でこれ31段あるってことはどういうことかっていうと、1回でもそのパイプラインの流れを止めることをしたら立ち上がりまでにすごい時間がかかるということで、そのパイプラインの立ち上がりを止めるために頑張ると なんかやらないといけない技術がいっぱいありました。でこれはこれで、まあいいんですが、最近 の計算機の傾向は実はパイプライン段数が短くなる方向になっていて、これはちょっと原理的になんでかっていう話なんですが、パイプラインが長くなるためのは実は計算機のあのクロークですね、ギガヘルツが、高くなるほどすぐデータがこうあの供給できないので、パイプライン段数を大きくするしかないというハードウェア原理がありました。だけど最近はですね、電力がちょっと言いましたけど、電力が主な問題になっているため周波数を落としてその分、CPU を並べるという方向で速くしています。でそうなってくると実はパイプラインっていうのはあまり大きくする必要はなくて、で最も最近では G4 ファイティインテルマイクアーキテクチャーっていうものがあるんですけど、これの段数は7段と言われていて、かなり少なくなっています。ということでこれもまあ時代によって変わってきますから、この辺の、パイプラインの長さっていうのもまあソフトウェア実装には影響してくる話になります。でちょっと FX10 のハードウェアの説明をですね、今までの言ったことでまとめると、これも自分でグラフロックスの計算できるんですけど、1クロックあたり8回の演算ができる仕組みになっていまして、これスタークロック4、9FX ってやつなんですけど、でこれも不動小数って計算をする FMA のハードウェア機構あたり乗算および加算が2つあって、4つの不動小数って演算ができると。1クロックあたり2つの FMA があるので、4不動小数って演算かける2 FMA で8不動小数ってスーパークロックになって、それで周波数が 1.848 ですね。これはかなり低いんですけど、これかける8回だから1コアあたり 14.784 キロフロップスで、1ノードは16個のコアがあるので、1ノードあたり 236.5 ギガフロップスパーノードという、値が出てくるということで、こういうふうにスパコンの、フロップスっていうのも、計算されて公表されているのが分かると。これはちょっと概要なんですが、じゃあ実際にですね、ループの中でどう回した方が早いのかっていうことを、ちょっとご紹介しますと、先ほど言ったループっていうのはプログラムのフォーボンとかそういうレベルの話なんですが、これも注意して書くだけでかなり、早くなります。で理由はですね、先ほど言ったパイプライン処理なんですけども、メモリーから、CPU にデータを取ってくるときに連続アクセスすると連続してデータを取ってくることができて、取ってくる時間を、取ってくる時間を見た目少なくすることができる。それで、データの待ち時間を減らして早くするというパイプライン処理が適用されたハードウェアの、機構と一致するために、こういう、ループ連続アクセスという書き方が必要になるわけで、今、35ページ見ていますと、これ簡単な例で見ていますが、ちょっとこれは何のあまり意味があるかどうかわからない例なんですけども、C 言語の場合、フォーボンがあって、こういう掛け算をする場合に、何も考えないでこの i って第一次元の方を回すのはダメだったわけですね。で逆に言うと第二次元の方を回すのはいいと、連続アクセスという、適用した、方法 になります。でこれが連続アクセス化というやつです。で同様に C 言語でちょっとこれはまた最初に言った話になるんですけど、キャッシュを使うために、書く場合はループを細切れにして回すと、ハードウェア的にいいよということを言いましたけど、これの例としてこの二重ループを書かれている例で、このまま書くとあまり良くないです。で逆に言うとこういう細切れにしてですね、J、これはこちらで使われる B と C と配列の範囲を小さくして何回も使えるようにすると、いい書き方になります。これはこの B、C とかが、キャッシュに乗って再利用されてわざわざメモリまで取りに行かなくて済む書き方になるから、こういう書き方をすると速くなる。でこういうような、やり方を、基本として、実は高速化っていうのはされていると。でここで注意はですね、これなんでそもそも連続アクセスになるのかってわからないと、言ってる意味がわからないので、注意するな
ですけど、C 言語とフォートランで言語で定められた連続アクセスの方向がまず違うわけですね。C 言語の場合 AIJ と確保するとこの横方向に連続に物理上メモリが取られる、メモリにデータが取られるようになっている。フォートランは全く逆でして、これフォートランと C と逆なんで注意が必要なんですけど、この連続方向性の違いを考えた上でループを回すっていうのが連続アクセスで速くする方法になります。で、例えばこういう例です。例えばってかなりよく出てくる行列式っていう方法なんですけども、まあ、これ行列と行列の積ですね。A と B の行列をかけて C に入れるって処理がこういう三重ループで作られます。だからデータアクセスパターンっていうのはまあこんな形になるわけですね。で、まあ、これをですね、この行列積をまあ先ほど言った考え方で早くしましょうということを考えると、どういうことがあるのか、まあ、これ数式で書くとこんな形になるんですけど、これの実はやり方っていうのは、まあ、よく研究されていて、まあ、大きく分けて2つの方法で速くする。だから一般的にもこうなるのでその例で挙げてるんですけど、まあ、1つはループ交換法ってやつで、連続アクセスの方向を変える目的でこの、ループの構造を変える、それで連続アクセス化するというのが1つの方法です。これはループ交換法。でもう一個はそのブロック化ですね。先ほど言ったキャッシュに当てるために、小さいループ、細切れのループで何度もアクセスするように作り直す。でこの方法で速くしていくことができます。で例えばこれは、C の人は、まあ、こういうコードに先ほど見せてるようになるんですけども、行列的の場合はですね、特に中身に書かれている式がまあ単純であるので、ループを入れ替えても計算結果、逐次の計算結果と、変わらない処理を実装することができます。でかつそれは計算結果が変わらないんだけども、ループの、アクセスの配列のアクセスの仕方が変わるという方法が実装できるんで、 A とか B とか C っていうデータコードを変えずに、同じ計算が連続アクセス化ができるという意味で、よく、使われる方法です。でフォートランの人も、まあ、原理は一緒です。書き方が変わるだけで原理は一緒になります。でこれはですね、行列積の場合はコンピュータサイエンス的によく研究されていて、分類分けするとこの3つの、方式のどれかになります。まあ、1つは内積形式ってやつで、まあ、最大のループのアクセスパターンがベクトルの内積と同じもので、1個は外積形式で、これはアクセスパターンが外積と同じもの、3はこの1と2の中間に、分かれることが知られています。でこれをちょっと具体的に見ていきますとですね、内積形式っていうのはこれを先ほど示した手計算でする行列的のループそのものを書くとこうなります。で A と B のアクセスパターンを見るとですね、特にこの C で見ますと A は横方向アクセスで、これはまあ C 言語を取ってみれば連続アクセスですけど、 B の方が、この列方向になりますから、まあ、非連続アクセス、飛び飛びアクセスになります。とそうするとこちらで性能低下が起きるわけですね。でこれはちょっと好ましくない。で解決要因はデータコードを変えていいんであれば B を転置しておけばいいんですけど、それもできない場合が普通は多数です。っていうのはプログラムを1箇所変えたら100箇所ぐらい変えないといけなくなることがありますから、という時に、コンパイラーとか手でやるレベルでこういうことをやるというのがここでの趣旨です。で、まあこれはフォートランになっても結局は A が非連続アクセスになるので、同じことです。なのでこれは形式があまり良くないってわけですね。どちらかが非連続アクセス。でこれでじゃあもうダメだってわけじゃなくて、この計算法をよく考えるとアクセスパターンを変えて、要するに計算の順序を変えると、連続アクセス化ができます。でそこで出てくるのがこの外積形式ってやつで、その前にすみません、このループの構成ですね、外から IJK となって並んでるんで、この作りを IJK ループと呼びます。これは呼び方の話で一般的に呼ばれる話。そうするとこの外積形式という形式は、例えば KIJ 形式とか KJI 形式っていうのに相当するんですけど、まあ、C 言語の人は今44ページの例を見てるんですけど、こういう書き方をすると連続アクセス性が改善されます。でどうなるかっていうとですね、 A のアクセスはひたすら列方向にこっち側こ C だとしますが、これ C だとあまり良くないんですけど、フォートランだとこちらの方向がアクセスが連続していきます。で B の方はこの1個の要素だけを使って A をこうやっていく、変えていくという演算パターンになっていて、列方向をひたすらやることができる演算に変わります。でこれはだからこれ C で書いてて悪いんですが、フォートラン向きの書き方に変わります。
ただ一点残念なのは B は一個ずつこう横にずれていきますから、ここで非連続アクセスが起こるという、ことになります。ですので、まあこれはいいんだけども、まあ、ちょっとこの B の移動のところでちょっと残念だっていう、書き方ですね。これはあの対象になっていますから、フォートもフォトランでも C でもどちらか一方になるので、この解析形式自体は、まあ、どっちこういう同じ決定を持つと。じゃあ、これ B のこの非連続アクセス化はだあのこれ、どうすることもできないのかっていうと、そうじゃなくて、実は中間接形式っていうのが一番いい形式だっていうのを知られています。で46ページなんで中間接形式なんですけど、今度 B がですね、先ほど違って列方向に順に動いていくような、書き方が、できます。ですのでこれは、この書き方だと、最もフォートランに向いた書き方で、もう一個 の、JKI だと、C に向いた書き方になるので、この形式で書くのが連続アクセス性の観点からいい。ですのでこういうことがコードレベルでできるんであれば、これを変えるだけでかなり高速化されます、原理的に。なので、まあ、こういう工夫をしてみるというのが一つの高速化のやり方になります。でこれはあのですね、今まで話したのはそのループ連続性に着目して、その計算機ハードウェア の、あのパイプライン化を促進して、まあ、ハードウェアの、まあ、特徴から速くする方法になるんですけども、まあ、実はこの中間接形式でも欠点はありまして、この N の長さ、要は問題サイズがでかくなってくるとですね、今度はキャッシュに外れ出すわけですね。キャッシュってのはある程度の容量しかないので。そうするとやっぱり性能が下がってくる。で、この時にどうしたらいいのかっていうと、まあいろいろ、キャッシュのブロック化っていう考え方が、まあ、あります。まあ、その前にちょっとですね、ループアンローリングって考え方を、紹介しますと、これはあのむしろレジスターにデータを載せるやり方で、有効な、方法です。でですね、あの、でループアンローリングって方法はですね、どういうことのためにやるかというと、あの、まあ、コンパイラーがレジスタへのデータの割り当てとか、その先ほど言ったパイプライニングがよりできるようにするため、コードを書き直す手法です。でこれは、まあ、あのどうやっていいかっていうのは実は簡単で、まあ、普通に書いたらループっていうのは1飛びになっている、これ皆さんご存知のところですけど、 M 飛びにするだけです。でこれをループアンローリングに呼んで、 M 飛びにするループアンローリングのことは M 段ループアンローリングと呼ぶと。いやこれだけで実は速くなることがある。でこれもまたですね、あのさっきの行列席で見ると、あの例えばこの、50ページにある K のループを2飛びにすると、そうすると当然これ計算チクチと合わせた上に展開して K プラス1の項が出てきて、まあ、パス形になるんですけど、まあ、こういうふうに書き直すと、何がいいことがあるかというと、これ原理的にループっていうのはあのこれコストないわけではなくて、ループがこれ、例えば K のループについては毎回ですね、 K が N 以下かどうかを調べるっていう操作が入っています。でこれをやると2飛びになって、その判定関数が2分の1になって、そのコストが減るという意味で、速くなるという方法に、まあ、変わるわけです。まあ、ただしですね、この方法が速くなるかどうかはコンパイラー最適化依存なので、なるかわからないんですけど、原理的にはそういう可能性があるということになります。で、まあ、こういう方法が一つあるんですけど、これ K の2段アンローリング。で一方ですね、この行列席の場合はこの J のループも2段展開することができます。まあ、計算結果を合わすために展開してもいいと。ちょっと J の2飛びにして、こういう行が出てきます。でこれでこれが面白いのはですね、まあ、見てもらうと分かるように、目で見て A の IK という、共通部分がここで出てきました。でこれどうなるかっていうと、ここでコンパイラーは、あ、ここに共通項があるから、レジスタにデータを置いておこうってことになります。そうするとレジスタってのは一番小容量なんだけど、最もアクセスが早い、ハードウェアですから、そこにデータが置かれて高速化されると。で何もしないとこれは毎回メモリから読んでくるんだけど、こう書き直すと、でかつコンパイラーが認識するとこれはレジスタに置かれて速くなるということが、できるコードになったということです。ですからこれは高速される可能性がある、ループのことで、これ J ループの展開で、同じくこれは行列席の場合は最速の速の I ループに対しても同じことができますから、こうすると今度 B が共通項出てきますから、 BKJ というのが出てきますから、ここをレジスタに置いて速くなる可能性があることに変わるということになります。でもっと言うと、これ同時にアンローリングできます。 I と J 同時に2段アンローリングするとこんな形になってですね、これ見ると共通項がいっぱい出てきます。IK の部分とか、A の I プラス 1K と、あと B の KJ とか、B の KJ プラス1。
ということで、まあ、こうやって展開すれば展開するほど、まあ、共通項が増えてレジスターによって速くなる余地があるのですが、注意はレジスターは先ほどの FX10 でも256本が限界ですから、それを超える段数やると、レジスターにデータが置けなくなります。なので遅くなります。だからむやみに大きくすればいいというわけじゃなくて、ハードウェアを考えた上で、適切な段数を展開するというのが一番いい方法になります。であと、まあ、一般的にここで注意はですね、あとこれ行列積というのは実はコンパイラーがかなり、なんていうかパターンマッチングしているパターンがあって、行列積を見た瞬間に、すごい速いルーチンを読んで自分で手で書くと遅くなることがあります。ただ注意はこんなような計算でもちょっとあの書き方が変わるだけでコンパイラーが認識しなくなっていいコードが入ってくれなくなるのが普通 の, あの、まあ、いわゆるあの使っているシミュレーションコードなんで、そういう場合自分で展開するとこういう速くなる例がありますので、まあ、一般的な手法として、このループアンドリングというのは使える話で、もっと言うと、まあ、こういうようなだんだん書きたくなくなってくるかもしれませんけど、個別に置き出すとこれはもうほとんど、まあ、あのなんていうかアセンブラーの命令近くになって、より一層あのコンパイラーが効率のいいコードを書く可能性が出てくるということで、まあ、こういう方法で、速くするというのも、まあ、やられている、方法になります。で、あの C の人もホタルの人も、まあ、原理は一緒なんで、ホタルの人も同じように、アンローディングすると速くなるというのは、変わります。というのが、まあ、比較的簡単にできる、まあ、あのソースコードレベルの変更で行う構造化ということになります。で、あと今60ページに行きましたが、あとキャッシュライン衝突という話をしておくと、これはあの先ほど言ったキャッシュの影響する今度は悪い側面の話をするんですけど、あのなんで飛び飛びアクセスが悪いのかということなんです。 C 言語のバイアコンで方向の書き方が悪いのかというと、これ単にあの先ほど言ったあのパイプライニングが適用できない以上の悪いことが起こる可能性があるよというのをで紹介します。でこれ、ね、ちょっと中身をあのキャッシュの中身をちょっと知らないといけないので、まあ、最低限なんですけど、キャッシュの構造をもう式的に表した図が62ページに書かれているんですが、まあ、メインメモリーがあってキャッシュがあってレジスターがある。でその時にメインメモリーっていうのはバンクと呼ばれる単位、記憶単位で構成されています。でかつこのバンクをあるこう物理的な配線の構造で固めたセットっていう単位で管理されていて、キャッシュメモリにこの単位ごと持ってくるという構造になっています。でこのバンクっていうのはいろいろあるんですけど、例えば32バイト、まあ、倍数と4つ分のもので構成されていて、その単位ごとにこのキャッシュメモリにアクセスされた時にコピーするということが、という実装になっています。だからここで何らかの作動関数でマッピングしているんですが、まあ、一般的にはこういう作りがあると思っていただければ、でこの構造が分かった上で、先ほどの飛び飛びアクセスの問題を、見ていきましょう。その時にですね、言葉として、まあ、これ出てくる例があるから紹介しますけど、あのメモリーから、あのキャッシュに読み出す時に方式が2つあって、ダイレクトマッピングとセットアソシアシブっていうのがあります。でダイレクトマッピングっていうのは先ほどの、このバンクの単位に1対1対応している、まあ、物理結線でつながっているようなものだと思ってください。というのが、ダイレクトマッピングで、一方セットアソシアティブっていうのは、まあ、何らかの写像関数が1対1じゃなくて、まあ、任意な記憶タイあのキャッシュラインに置けるというのがセットアソシアティブ方式というやつで、もう当然書き込む時もいろいろあって、キャッシュに書き込んだデータをどうメインメモリに書き戻すかで通り合って、ストアスルーって方式は、キャッシュに書き込んだ瞬間に、メインメモリに書き込むという方法と、キャッシュのデータが溢れた時に書き戻すと2つの方法があって、これも性能に影響を及ぼすんですけど、まあ、言葉としてはこういうものがあります。まあ、なんでまとめると、メインメモリのなんか単位があって、それが何らかの関数でキャッシュメモリに置かれるというふうになっているとします。でその時に飛び飛びアクセスすると何が起こるのかを考えようということです。でここで簡単にですね、直接につながっているダイレクトマッピングという方法を考える。でなおかつ4の、まあC でいうともWA44 って配列を考えて、先々の飛び飛びアクセスをしていこうと。で C ですから、非連続アクセスは、こちら1593っていうふうに、これバンメモリの、バンクの話です、をしていくことが考える。で物理結線はどうなってるかっていうと、この、ダイレクトマッピングの場合非常に単純ですから、この1列セットはライン0にある、
この一列は、ライン1になるというふうに、決戦されているとすると。でこの時に飛び飛びアクセスすると何が起こるかということなんですが、ここでいろいろまた前提があって、この配列 4×4 の配列をメインメモリのバンクに一体値対応しているとします。でこれは実はいろいろ実際と違うところである。実はこれ OS が管理しているので必ずしもこういう一体値対応になるかどうかは実行時にならないとわからないんですけど、今何一対一対応でこう割り当てられてしまっているとしようという過程で、非連続アクセス何が起こるか、まあ、これまあ分かると思いますけど、最初1番がアクセスされる、そうするとキャッシュメモリに1番で0番に1が乗ります。で次どうなるかというと5番がアクセスされるので、キャッシュメモリの中身を追い出して、また5番が乗る。で9番がアクセスするからまたこの、0番を追い出して乗るということで、ライン123という空いてるよあの容量があるのにもかかわらず、ここの、0番しかこう使われないわけですね。でかつこれはあの物理決戦ですから、電話で言ったらお話し中状態です。1回データを送るとで毎回お話し中で待たされるわけですね。これ何かやってるかってメモリからひたすら逐次に、キャッシュメモリデータと読んでと同じになって、パイプラインの効果すら何にもないということになる。ですから、まあ、極めて遅くなるという状態が非連続アクセスで生じてしまう可能性がある。でこういうそのメモリの、同じ場所がひたすら同じラインに乗るという状態だと、先ほど言ったように、まあ、物理決戦での、データの転送状態が常に残って待っている状態になりますから、キャッシュがないのと同じということで、これはあのキャッシュのラインに衝突する、アクセスが毎回衝突するということでキャッシュライン衝突と呼びます。でまあ、本来はこれが起こらないように連続アクセス化して、空いてる、まあ、ここをアクセスしたときに2番目をアクセスするんであれば違うラインに持っていくってことを同時発行すればですね、ぶつからずにもうキャッシュデータが連続して読み込めるわけですね、ハードウェア的に。だから読み込み時間を減らせる、あのパイプラインの使って、あの減らせるという原理になっているので、それが使えない状態になっちゃうというのが一番、困ると。でこれまあ、その先ほど言ったように連続的にあのデータを取ってくるのはメモリのインターリービングという技術があって、これが使えないというのが大災害、使えなくなってしまう、ハードウェアがあるんだけどプログラムの書き方一つで使えなくなってしまうというのが、恐ろしいところになるわけです。でこれはちょっと注意なんですが、ここから皆さん重要なところで、このメモリバンクのキャッシュラインの割り付けは2べきの間隔で行われています。これはハードウェアの情報的にそうなっています。32、64、128とかになっています。でですね、特定のサイズの問題、例えば1024次元の、メッシュを切って何かやる場合に、A の1024って切ることがあると思いますが、これをやって何、か差分計算とかするとさっきのキャッシュライン衝突が多発することがあります。で大体多発します。なのでいうのはこういうふうに1024刻みで、物理場が例えば1024であるとしても高配列確保してはいけませんっていうのがここで注意することになります。でこれ注意してください。多分何も知らない人が最初にやる性能の悪いプログラムっていうのが、これです。でもっと言うとですね、これは1024じゃなくて1023とかでやると実は早くて、1024になった瞬間に2分の1とか10分の1とか性能悪くなる場合はこのキャッシュライン衝突が起きていると言っていいんです。こういうプログラムいっぱいあります。なので、これは避けるようにしてください。でこれ何やるかっていうと、実はあのパッティングって方法で普通やるんですけど、まあ、A1025 とするだけ で小さく使うというあのちょっと違う配あの1025の配列を取って計算をそのままとすれば回避できます。でこれでまあ実装されているプログラム実用コードって結構多いんですけど、これあの余分なデータをパッティングして使うさっきのキャッシュライン衝突を防ぐのでパッティング法というのと、まあ、これが、まあ、実際使う場合ではよくやるパターン。それが嫌なら実はコンパイラーのオプションでやる方法もあります。コンパイラーの、マニュアル読むとパティングって書いてあるんで、これパティングの意味がわからないと読んでもわからないんですけど、こういうことですよ。なので、まあ、その場合は実はコンパイラーでどれぐらいパティングしますかって自分で書かないといけないんで、それが結構面倒くさい話があるんですけど、コンパイラーで逃げる方法もあるんですが、これ注意しておいてほしいのはキャッシュライン衝突が起こる原因と回避するためにはパティングっていうものがあるというのがあるだけで、かなり性能は変わるっていうのも注意して、まあ、これがあのキャッシュライン衝突の原理と、であとですね、ブロック化に行きます。これはあの先ほど言ったように連続アクセス化してもですね、あのブロックの、キャッシュの範囲を超えちゃうと性能が悪くなりますよ。あのキャッシュ上にあるデータを追い出さないといけなくなるので、その追い出すコストがかかって遅くなりますよ。ではどうやって速くするのか。
いうのでブロック化をしますってことですけど、キャッシュには大きさがあって、いくら連続アクセスして頑張ってもキャッシュサイズを超えるとデータを追い出される。でまたこれ連続してデータを追い出されるとですね、先ほどの非連続アクセスほど、ひどくはないんですけど、メモリからだんだん転送するのと同じになって、そこで、性能が、制限を受けることになります。ですのでできるんであれば、キャッシュサイズにデータを詰め込んだ上でそのデータを何度も使えますというループの書き方にするのがいいということになります。でこれも例があって、例えば 8×8 の、サイズの行列を取ると、で、キャッシュラインが4つで、1つのキャッシュラインに今4つの要素が乗るとして、C 言語の連続性を仮定すると。で、キャッシュの上でシャルコリズムってあるんですけど、これはちょっとコンピューターサイエンスの言葉なんですが、キャッシュでどういう順序でプライオリティでデータをメモリに書き出すかっていうのでよく使われているのに、ラストレセントリーユーと LRU というのがあります。これ何かというと、キャッシュにいつアクセスされたかの情報をつけておいて、一番アクセスされてないものを追い出すという、これ一番原理的に妥当だと思います。でこれをやる仮定すると。でその時に、簡単なこういう配列をキャッシュライン4つで、1対1対応していると仮定します。でその時に、行列ベクトル積をやっていくわけですね。で、最初の、これは単純な内積形式で書くというやり方ですると、この1要素を今75ページなんですけど計算するために、4つ分は最初の1回アクセスした瞬間に4つ分乗りますから、キャッシュラインなので、キャッシュミス1回でこのデータはアクセスできる。ただし B はこっち側の方向アクセスになっているので、最初の要素をアクセスした瞬間にキャッシュミス、キャッシュのデータがないよという状況が起きます。で、2回4回アクセスするためにここは4回起きるわけですね。だから計5回のキャッシュミスがそこで起きることが、でこれをずっと続けていくと1個の計算をするために10回はキャッシュミスが起こるわけですね。キャッシュミスが起こるときにデータの転送が起こるので、これが少ない方がいいという大前提で計算しているという、そうなります。で2要素計算するために同じようにこうなって22回キャッシュミスをヒットを起こすんですね。このでこれを避けてキャッシュデータを入れることによってこのキャッシュミスヒット回数を下げると早くなるわけで、じゃあどうしたらいいのということを考えるとですね、じゃあ行列的の場合は計算法を変える、計算法というか計算順序を変える、足し算の順序を変えると、できることが、知られていて、例えばこの2つの要素、C のこの78ページの2つの要素を、計算するときに、2回この2つの要素ごとに計算することをします。例えば A の、最初1回ここで、アクセスするときにキャッシュミスするのはしょうがないんですけど、2回こうアクセスする。その時に1要素以外の後の1、2、3、4回はキャッシュミスしないことになります。でこちらの方も最初の B の第1要素、第2要素のところは両方ともキャッシュ起きるんでミスが起きるんですけど、1回キャッシュミスが起こった瞬間に4つ分のデータが乗りますから、2回目アクセスするときにはデータはキャッシュ上にあるわけです。ですからキャッシュミスが起きない。なのでこの段階ではこんだけのキャッシュミスが起こるように低減されるわけです。でこれを続けていくわけですね。この細切りにした単位ごとに、計算するように、変えると。そうするとですね、この2要素を、計算し終わる段階において、キャッシュミスしなヒットを考えないものには22回必要だったんですけど、10回まで削減されるというふうになります。でこういう原理を使って、なるべく1回読み込んだデータを、使い回すためにループを細切れにして、データを再利用するように書けば、早くなるということが分かります。でですね、じゃあコードはどうなるのかっていうとですね、実はそんなに複雑じゃなくて、最初の、ループは30ループだとしますと、キャッシュブロック化すると60ループ化するだけです。これ最初これよく分からないと思うんですけど、慣れてるとやり方が分かるんですが、行列的の場合は本当に細切れにする単位、これ IBL という単位に、ループを回すように、書くと60ループ化するわけですね。それぞれに対して細切れの、書き方を、そうすると、先ほどのように、ループの、局所化したデータのアクセスパターンに変わるというふうになりますから、こう書けるような処理は、書くと、格段に速いということになります。でこれ C でもフォートランでも一緒です。これ16というのは何回も言いますけど、これはハードウェアパラメーターでして、キャッシュのサイズで決まりますから、これが最適なわけではありません。一般にこれをいろいろチューニングして、速い場所を決めるということをやるわけです。
で、まあ、概念でいうとこんな感じですね。今の83ページなんですが、こういう IBA の単位ごとに小さい行列式をやってるようなループの回り方になっています。これちょっと見直してもらうと分かるんですが、でまず最初この行列に対してこう小行列を計算、 IBA かける IBA の小行列をかけて、次こうずれてこうかけるような計算に変わっています。だからこのように書き直せば、この単位で再利用、この IBL の単位でキャッシュの上のデータを再利用していることになって速くなるというのが、このブロック化の、基本概念です。で、さらにですね、このキャッシュのブロック化っていうのは、あくまでキャッシュの話でして、レジスタの話は何も言ってないわけですね。ですので、キャッシュブロック化したのと同時にアンローリングをかけると、レジスタの上にデータが乗るようになります。ですから併用される技術です。で、ここに例えばこれ6次フループあるんで、どこをまたアンローリングするかっていうのはいろいろ余地があるんですが、原理的に、まあ、どこでもアンローリングできるので、IDA を、アンローリングしたら、キャッシュブロック化をしたらこんなコードになります。で、これで共通項増えてきて、まあ、そこをレジスタに打たれる。で、この方向でいくと実はプロの構造に近づいてきます。これ行列的の、まあ、とかちょっと紹介しますけど、ブラスっていうライブラリがあるんですけど、ブラスの中身は、まあ、いわゆるメーカーの人が書いてるんですが、原理的にはこういうことをやっています。で、もうちょっと多段にやってるんで一概に今はできないんですけど、そういう概念的にはこういうことをやってるのがざっくり分かるの、まあ、そういうことをやってるということで、まあフォートランでも C でも、結局は適用する概念は一緒ですから、ループを書き直すと、ブロック化により速くなる、速くすることができます。で、まあ、これが、まあ、一通りハードウェアの構造を考えたループの、書き直して速くする技なんですが、本当にちょっとコーディングの時に考えてほしい法則かも。そもそもちょっと考えれば、速くなる余地があるという例をちょっと紹介しますと、まあ、最初に、まあ、各段階でですね、ちょっと考えてほしいことは、共通部分集の削除っていうものがあって、例えばこれ、まあ、ちょっと実例ではないにしても、まあ、こういうような足し算があるときに A と B っていう共通項があって、これはまあ、テンプっていうこういう配列を置いて、共通化してやると速くなることがあります。で、これはコンパイラーがある程度やるんですが、このぐらいなら、まあ、ただ複雑になればなるほどコンパイラーができなくなってくるので、自分でやる、最初からやっとく方が、どんな環境でも速くなる可能性があるので、考えてやった方がいいことに、なります。これ共通部分式の作業で、これもコンパイルオプションがあるので、こういう言葉が出てきたらこういうことやってるんだなというのがこれで分かります。で、あとですね、まあ、配列のアクセスも似たようなことが言えてですね、まあ このレベルだと大丈夫なんですけど、ちょっと複雑になるとまたコンパイルがやらなくなるので、XI っていうところがあって、なんかこう再利用している場合は、まあ、共通化すると速くなることが、まあ、あります。これもそういう意味では共通分式の削除の一環になります。で、あとですね、これが一番注意してほしいんですが、多くのコードは分かりやすさのために、例えば割り算 A に対して何かスクエアルートを分けて入れるっていう操作があるんですが、これをそのまま書いて、特に3文法とか書いてる人が多いんですけど、これは、普通はコンパイラーは何もしてくれないものになります。理由があって、これは本当はですね、逆数をかけると実は割り算コストかかるって言ってますね。これ普通にコンパイルして、まあ、信号を生成すると割り算を毎回やるわけですね。で、こちらは掛け算をやって、掛け算の方が圧倒的にコストがハードウェア的に低いので、こちらの方が早いコードなんですが、で、見ればコンパイラーもやれる可能性はあるんですが、そのままではやりません。理由があって、これしちゃうと演算精度が変わります。なんで、これをやっていいかどうかは実はユーザーにしか分かりません。コンパイラーの判断でできないことなので、普通のコンパイラーは多分しないというのがデフォルトになっています。まあ、する場合はこう、なんていうか、悪影響があるコマンドっていうやつですね。で、オプションをつけてできることがあるんですが、最初からこれ自分で分かっているんで、こう書いておけば何もしなくても早いので、これも、最初から書いておく方がいいという、やり方になります。あと、ループ中の if、これもむちゃくちゃ多いです。これはですね、まあ、例えばこれいろんな例があるんで言えないんですけど、まあ、例えば行列のなんか操作していて、対角要素だけ別のことやりたいって結構あるんですけど、その時にこの最大に if 文を書くっていうのが、まあ、分かりやすいことをしたいんですけど、これはむちゃくちゃ遅いわけです。if 文っていうのはループ中にあったそのパイプラインを止める要因の一つになって、要はこれが成立しないとどこにどこか分からなくなるので、パイプラインが止まります。だからループ中に if 文は書いてはいけないって頭にしておかないとダメです。
なんでこれはもうそもそ もうすごく遅い講座というふうになるので、これはですねどうするかっていうと、まあ、この例では対角要素に何かしたいんであれば F 分取り除いて全部代入しておいて対角要素だけ別ループで回せっていうのが正解です。でこれやるとかなり早くなります、あの場合によって。でこれは簡単な例なんですけど、ちょっと複雑な例でもこれを続けていくと早い、あの強いレベルの講座でも原理的にはこうだっていう例がいっぱいありますので、これも、まあ、注意した方がいい例に、なります。まあ、要は何回も言いますけど、 if 文を書くとパイプラインが止まる、あのこれはあの原理的に成立するかわからないから、だから、さっき言ったパイプラインの原理が使えなくなって遅くなるというのが分かっていれば最初から書かないので、そういうところを注意してください。でこれあと最近これもよくあった例なんですけど、ソフトウェアパイプラインの強化ってやつで、これアンローリングするとですね、普通に展開すると効果気がいいです。あのまあ、なんか展開して定義があってこう使う、この定義があって使うってことになりますね。でこれもね、まあ、いいんじゃないかと思うと、実はこの距離ですね、代入した先から使うまでの距離が、距離っていうのは行数なんですけど、短いとコンパイラが頑張って、パイプライン化することがだんだんできなくなります。2段ならいいんですけど、むちゃくちゃこの中身があると組み合わせ爆発して何もできなくなるんで、で結果的にあのパイプラインが抑制使えない構造になって遅くなるってケースがこれもよくあります。でこれどうしたらいいかっていうと、遠くに書いておくんですね。この定義を先に書いて使うのを後書くだけで、これは速くなることがあります。これはあの、まあ、本来コンパイラーがやってほしいところなんですが、これもこのぐらいの簡単な子だったらまだいいにしても、あのちょっとあの必要に近い複雑な子になるとすぐお手軽になってやらないから、最初から自分で書いておくっていうのが一番いい話になります。なんでこれ特にアンローリングと組み合わせてこういうことをするだけで、まあ、数割ぐらいは速くなる例がいっぱいありますので、注意してみます。まあ、以上がまあ4つぐらいしかないんですけど、意外に私がいろいろ見てみた中でこれぐらい分かっていれば簡単に速くなるよっていう例が多いので、皆さんも自分のプログラムで、注意してください。ということで、まあ、あと急な方なんですけど、じゃあちょっと次の話題でして、今までやったのは自分でこうプログラミングする人なんですけど、そこが当然こんなことやれないよって人は皆さんいっぱいいると思います。で世の中には数値計算ライブラリーっていうのがあって、プロがその書いたものが実は使える状況があって、そういう場合は使う方が当然いいわけですね。でその場合でも実はあの紹介しますけど、あの並列化の概念がわからないと使えない、そもそも使うことすらできないっていうライブラリーがあったりします。ですので、あの使う場合でも最低限の並列処理の概念というのは知らないと使えないので、ちょっとその例も踏まえて、紹介すると。で、数値計算ライブラリの世界では、いろいろライブラリがあるんですけど、まあ、おそらく、まあ、シミュレーションで使うライブラリには2通りあって、密行列用ライブラリのと素行列用ライブラリに分かれます。で、密行列っていうのは、行列の要素に0がないというデータコードを使う、要は A の II とかそういう二次元配列で、なんか行列を操作すると。いうライブラリがあって、これ密行列ライブラリで判定で書いてます。まあ、具体的には連立方程式の密行列の解放、固有値問題 FFT で、まあ、数値解放的には直接解放、まあ、反復解放もあるんですけど、直接解放が相当するもので、ライブラリ名って言ったらプラスラパック、スケーラパック、スーパー LU、マンプス、FFT だ、これらが大体、まあ、密行列ライブラリと言われるものです。で一方、素行列ライブラリは行列の要素に0が多いもの、これは連立方程式の解放とか固有値問題とかあるんですが、主に反復解放で作られています。でライブラリはこれはいっぱい上に比べても、あの密行列に比べていっぱいあるんですけど、例えば決定 C とかいうものです。まあ、であとこの XMBCIV というのは私が東大で作っているものです。でリスワーク日本製 のライブラリで、これも知ってる人は知ってるかもしれませんけど、あります。あと RPAC っていうものがあったりするので、もっとありますけど、この2つに分かります。でですね、一つ注意はですね、素行列を扱うアプリケーションというのは原則ライブラリ化が難しいのが基本でして、実はあの密行列ほどスタンダードなものがありません。で理由はこれなぜかっていうと、素行列のデータ形式、0じゃない場所を扱う形式っていうのが多彩で、なおかつこれが性能に劇的に影響するから統一できずに今います。でも具体的に言うと CO コーディネート形式、 CRS あの、コンプレクトロストレージとかいろいろあるんですけど、こういうストレージがまだ分かっていないと、まあ、使えないし、逆に言うとこれが分からないとあのなんかチューニングもできないので、なかなか共通化が難しい。あとよくあるのは、あの要解放、差分法とかを使う、っていうソフトウェアはあのカーネルと呼ばれる計算の一番重い部分がいっぱい分散してるんですね。でちょっと計算が違う、似てるんだけど違うものが分散していて、一つのライブラリでは使えないというのもよくあることです。まあ、だからあんまりないというのが一つなん
で、だから最近の流行りとしては、あの数値計算ミドルウェアとか、あのドメインスペシフィックランゲージっていう路線があって、これはで対応するっていうのが今の流行り。で、これ何かっていうと、まあ、これも、まあ、いわゆる特化しているあの数値計算ライブラリの一種なんですけど、特別方程式とか一酸化方法に、まあ、特化させることで、まあ、最初対象となるプログラムの性質を限定することでライブラリ化ができる、もしくはあのそういう言語、コンピュータ言語を作ることができるという路線です。で、まあ、その DSL の、まあ、あの処理系とかライブラリーっていうのもありますし、数値計算ミドルウェアと呼ばれるライブラリーの種類も、まあ、あります。で、これはあの、まあ、例えば東大、今我々が作っているものは東大の PP オープン HPC とか、まあ、PET-SC も一応これはあの数値ミドルウェアと呼ぶ部類、 いっぱいこうあの特化した、こういう特別方程式とか参加手法に特化した、数値が入っているもの、まあ、トリーノスというものがありますから、まあ、これが、まあ、ダイレクトで使える、問題を扱っている人は使う方がいいかもしれないということです。で、そうじゃなかったら使えないので、またちょっとこれ適用は難しいというのが現状です。で、ちょっと戻ると、三つ行列の世界は、まあ、大体行列的系のものに落とされるんですけど、そこで使われるライブラリでブラスというのがまあ有名でして、これをまあ使える人は使った方がいい。で、ブラウザは何かっていうと、そこに書いてありますように、ベーシックリニアルインプラサブプログラムってやつで、あの基本線形代数のフルプログラム集です。で、あの線形代数で、用いる基本演算ですね。まあ、多くは行列的とか行列ベクトル的とか内積レベルのものを、まあ、共通化したもの、API 化って呼んでますけど、あの標準化したもの。で、普通はこれブラスっていうのは3つ行列用のものを指すので、素行列用のものではないと思ってください。まあ、ただ、世の中にスパースブラスってのがあって、素行列用のまあライブラリもあるんですけど、あまりまあ定着していません。で、まあ、例えばインテルの MKL では入ってるんですけど、あれはまあ使ってる人はまあそんな何人かよくわからないのと、結構場合によってはスレッド並列から対応してないとかあったりするので、そんなにまだ広がってるわけではないという状況になります。でですね、ブラスの中ではレベル1、レベル2、レベル3っていうので分かれて、実は仕様化されてるんですけど、レベル1のブラスっていうのは、まあ、ベクトルとベクトルの、まあ、演算のものを呼ぶという風になっています。で、レベル2は行列ベクトルです。レベル3は行列ベクトルという風になっています。で、まあ、ちょっと簡単に言いますと、これもですね、ブラス全体では本1冊ぐらいの仕様があるので、全部紹介すると、この文法集になったら面白いな、まあ、実際買わない人は意味がないんで、簡単に紹介するだけにするんですけど、まあ、よく出てくるのはこの XP 計算ってやつなんですけど、 Y っていうベクトルを A っていうスカラと X っていうベクトルプラス Y でかけて入れ込むというそうです。で、これはまあまあこれは足し算なんですけど、まあ、内積とかそういう計算のパターンがレベル1と言われるものになっていて、で、この手のレベル1計算の特徴としては、まあ、データの読み出し回数、X をこう読み出すのと掛け算とか足し算の数が同じという特徴があります。ですんで、これですね、要はどう頑張っても結構パイプライン化っていうのはソフトウェア的には難しいわけです。まあ、ハードウェア性能がほとんどというものがこのレベル1の、性能を決めるものになります。というところで、まあ、レベル1演算は、まあ、ちょっと頑張ってもハードウェア的な、なんていうか実装で工夫するしかない演算集みたいな形で分類分けはしているということで、あとレベル2なんですけど、これ行列ベクトル積みたいなもので、まあ、これも一例なんですけど、まあ、汎用的になっているので、これ行列ベクトル積の汎用のインターフェースはこんな形になっているんですが、アルファってスカラーと A と X を行列ベクトル積したもの、プラスベータっていうスカラーと Y のベクトルを Y に入れる。まあ、これは一つ、まあ、典型的なプラスの演算型。一方、まあ、これもまあ比較的使うんですけど、まあ、いわゆる三角行列ってやつで、全身代入演算。これ T っていう三角行列、上三角行列、下三角行列に対して、まあ、こう解いて X を求める処理っていうのも、まあ、レベル2のブラスとして扱われています。でですね、これレベル2のブラスは、さっきのレベル1のブラスよりも、データの再利用、これはキャッシュに乗るような、再利用するデータ、キャッシュ上に乗って、使えますデータがあるかっていうと、ちょっと増えるんですけど、まあ、必ずしも、まあ、十分ではないわけです。理由はこう行列データって、まあ、例えばこれ n×n の行列だとすると、まあ、小座でいうところの n の2乗のまあ領域が必要に対して、演算も n の2乗だから、まあ、そんなに演算が多いわけではない。すなわちデータを読み込んだものをちゃんと計算しているだけだから、再利用性がないということになりますから、
これもまあハードウェアの性能に大きく依存するオペレーションであるというのはこれで分かります。まあ、これがレベル2の特徴になるわけです。で最後レベル3ブラスなんですが、これが実はブラスといえばレベル3ブラスということで言われるぐらいよく使われるオペレーションになるんですが、これ行列設定です。まあ、一般的に書いてこんな形になっていて、これ α っていうスカラーと A×B っていう行列、プラス B っていうスカラーと C っていう行列を入れてチームを作る。で、これはですね、先ほどの言い方で言うと、データの裁量性が非常に高いものになります。で、それはなぜかっていうと、A、B っていうのは、先ほど言ったように、まあ、領域量的にはオーダー N の2乗の領域の読み出しに対して、演算がオーダーの N の3乗ですね。だから、一回読み込んだデータをうまく工夫すると、演算に裁量できる。で、この裁量っていうのはキャッシュの上に置いとけるっていうことです。になるので、非常にあるソフトウェアの実装次第で高速化できる可能性がある、オペレーションになるということになります。で、まあ、そういう意味において、この後、ちょっと後から、まあ、全体的な性能の傾向を見せますけど、このレベルプラス3っていうのを使うと、その理論性能の、まあ、大体8割、まあ、8割は当たり前として、9割以上の性能を達成できるようになります。理由は、キャッシュ上にデータを置けるからというふうになるんで、このレベル1、2、3で全然性能の傾向が違うっていうのを注意してください。で、これがまあ先ほど言った話を、101ページの図なんですけど示しているんですが、横方向行列サイズとして縦方向性能とすると、行列サイズが小さいところっていうのはブラス1、ブラス2の性能が結構いいです。で、理由はこれキャッシュに入ってるからです。で、キャッシュ外れてくるとガクンと落ちて、これもハードウェアの、メモリ、CPU の転送性能で、落ち着きます。それはこれ数パーセント。タイピングに対して数パーセントぐらいのところで落ち着くものになります。ところが一方、この行列的みたいなブラス3は大きく、行列サイズを大きくするとパイプライン効果でデータの読み出すの時間を抑えつつ全部キャッシュ上のデータが乗るので、理論性能の9割以上のところまで持っていくことができます。ですので、ブラスを使う場合はなるべく大きいサイズで、使う。そうすると非常に、タイピング性能がいい計算ができるっていうのがこの原理で分かるわけです。逆を言うと、小さいこの部分、立ち上がりの部分で使ってはダメだというのもあります。で、ここが一番注意すべきところなんです。さっきのパイプラインの立ち上がりで、N が小さいとパイプラインが読まなくなるので、当然性能が出ない。ので、小さい部分においては、性能が出ないことがあるっていうのが、ブラスを使うときに注意すべき話になります。であとちょっと具体的な利用例を見ると、ブラス3はまあこんな感じで使うんで、これちょっとこれだけ見ると使う気がしなくなるんですけど、まあ、自分で書くより、さっき言った10倍以上早いんだったら考えるかっていうので、多く使われている例なんですけど、これ DGEM ってやつで、ダブルの一般化された行列的の呼び出しです。で、あとは引数でして、ここは実は A が転置してるか B が転置してるか、あと一般的にこれ M×K のサイズ、K×N のサイズをこれで定します。で、アルファの値。というふうに書いていけばいいんで、まあ、慣れると、まあ、そんな難しくないです。最初はちょっと書きたくないなと思うんですけど、まあ、そういう仕様にはなっています。で、まあ、これはダイレクトにブラスを使うときの人の書き方になります。で、ブラスの仕様自体は、まあ、ネットで調べると分かりますけど、最初はこうデータ型があって、あと計算の種類があるというような形で、命名規則が作られているので、そういう形で、見れば大体どういう処理をしているかが分かる。であとですね、ブラス自体は結構フリーなものもあるんですけど、これ特にネットリブから普通に取ってくるのはすごい性能悪いブラスで、あんなものを使ってはダメなんですけど、まあ使うとしたらスパコンセンターが提供しているものがいいと。であとノート PC とかで自分で使うんだったら早い実装を取ってくるに限るところで、これ後藤ブラスっていうのが実はあって、後藤勝重さんって人が開発したフリーの、ライブラリで、こういうものをダウンロードで使うと非常に性能のいいブラスを使うことができます。で、あとですね、ちょっと簡単に時間がないので紹介するんですが、LAPACっていうライブラリがあって、これは密行列に対する連結方程式を解く、ルーチン集っていうのがありまして、こういうのも使うと、その自分で密行列の連結方程式を解くよりかはまあ早い、前提があって早いブラスを使ってこの LAPACがコンパイルされていたらっていう話なんですけど、まあそういう形で使うことができます。で、これも命名規則とかがあるんですが、まあ、例えば連結方程式解く場合は DGESV とこれ呼び出せばいいんで、自分で書けるまあ楽だろうというインターフェースがあるんですけど、こういうものもあります。
あとですね、並列版になると思う、並列版っていうのは複数のノードですね、まあ、K とかそういうスーパーコンピューターで連立方程式といったら、こういう問題特にライブラリは何がいいのかっていうと、スケーラーパックっていうライブラリがあります。でこれもまあ使うといいんですが、ここで注意はですね、行列の A ですね、係数行列を自分の、自分の責任で分散した上で呼び出さないといけません。でその分散したやり方っていうのは、実は二次元ブロックサイクリックサイクリック分散ってやつなんですけど、これが概念がわからない人は使えないので、それをまず知る必要があります。でこれについては NPI の講義で説明しますけど、そういうなんとか並列処理の基本的なことがわからないと、実はスケーラーパック使えませんので、ちゃんと NPI の勉強もしておく必要があるというのがこの一例になっています。で中身はですね、ちょっとこうあまり紹介しないのですけど、一応まあこんな形でライブラリが分かれていて、スケーラーパックというのは全体のライブラリなんですけど、先ほど言ったラパックが使われていて、当然ブラスも使われている。で並列版の P ブラスというのも使われていて、まあこういう形で成り立っています。でさらに専用の通信ライブラリブラックスというのがあって、それを使っていまして、そのブラックスの実装がの一つが NPI というふうになっていて、改装化されています。結構まあ昔からスパコンやってる人は、昔PVM パラレルバーチャルマシンってなかったんですけど、実はそれもまあ動くようになっていました。ブラックスを吸収するという、まあ、使い作り方になっているというライブラリが、まあ、今はもう淘汰されたものだったので NPI だけなんですけど、という、ものです。でこれもまあ興味ある方はインターネットで調べると大体使い、まあまあ、使い方は分かる例があります。でちょっと分かるで、まあ使い方は、まあ、これ一つ言うと結構使いにくいのは、これ先ほどの、LA パックと違うところで DISCAっていうこの A のディスクリテーションっていうか、この分散情報を入れるための、配列っていうのがこのスケーラーパックで加わっているので、これをちょっとちゃんと整理しないと使えないところは面倒くさいんですけど、まあまあ、この程度の引数で呼び出せば使えるようになっています。で飛ばしました。で最後、まあ、ちょっと大体時間なんで言いますと、ブラス利用の注意だけ言っておきますと、大体のブラスっていうのはフォートランで書かれています、まあ、C のインターフェースもあるんですけど、だから、C から使えないかっていうとそうではなくて、 C からフォートランを呼ぶ形で使います。でその時に注意は、まあ、普通そうなんですけど、行列を一次元上にとって、全て配列をポインター引き渡しにしてください。そうすると、呼び出して使います。であとは、まあ、コンパイラーとかその提供される環境によって違うんですけど、例えば DGEM だったら DGEM の後にアンダーバーをつけた形で呼ぶと、フォートランの、関数を呼べるので、まあ、プログラムはできる。ただコンパイルとかリンクとかもちゃんと考えてやらないといけないんですけど、 C 言語からもまあ普通は使えるのがようになっています。で先ほど言いましたように、特に小さい行列は性能的に注意でして、キャッシュに乗るようなサイズですね、例えば100次元以下の行列についてはブラスが速いとは限りません。理由があって、ブラスの設計思想的にブラスというのは大規模行列で高性能になるように実装されています。ですからキャッシュのようなサイズは最適化の対象外です。なのでそういう状況でブラスを呼ぶとかえって遅くなることがあります。でこれも注意すべきところです。でこれが実は見知らぬところで起こる一つの理由はですね、全体の次元は結構大きくても、スレッド数が増えてくると1スレッドあたりのサイズが小さくなって性能が出ないということが今多発しそうになりそうです、状況になります。まあ、一つはG4Fi とかがだんだん、まあ、世の中に、ね、出てくると、あれ60スレッドで最高240スレッド の HT 的な技術で240スレッドまで動くんで、そうなってくると、まあ、例えば64スレッドでもですね、8000で結構大きいサイズの行列をやるかと思ったら、そのスレッド数が増えることによって1000まで小さくなっているわけですね。もっと240スレッドだとまた小さくなるわけで、こういう小さいサイズで性能が出る保証は全然ないので、ブラスの使い方は実はかなり工夫してやらないと思わぬところで性能が出ないという目に合います。合う例が結構出てきて、なのでここはちょっと注意すべきことになります。ということで、まあ、時間的にまあここで終わりますけど、まあ、教科書って先ほど紹介した初級教科書のサンプルプログラムというのはチューニング例で使えるものが入っていますので使っていただくのと、この授業レポートはありませんけど、これは私が単につけているんですが、もし興味ある人はこの後ろの方の問題をまあ解いてみたりするといいかもしれないので、こういうのつけているということです。じゃあ時間ですので、じゃあ質疑応答。どうもありがとうございました。